カイサリアのバシレオスは、ギリシア教父、4世紀の最も重要な、キリスト教神学者の一人である。カイサリアの主教を務めたことからこの名があり、大バシレオスとも呼ばれる。聖人の概念を持つすべての教派で、聖人として数形されている。三位一体論の形成など、一旦反爆の一方、聖教会で用いられる、生体礼儀の方針レベンを整備したことでも知られる。 日本聖教会での正式な称号を伴った呼び名は、我が聖神父カッパドキアのケサリアの大主教王ワシリー。バシル、聖バシルとも。バシレウスの名は、バシレウス、バシレウス、バシリウス等とも表記される。日本ハリストス聖教会では、中世のギリシャ語であるバシリオスを反映した、教会スラブ語転写を、ロシア語風に再建した音から転写して聖代、バシリーと呼ぶ。 ロシア語ではバシーリーにあたる。日本のカトリック教会では、ラテン語脱核系の教会式発音に基づいて、聖バジリオと表記される。カッパドキアの裕福なキリスト教徒の家庭に生まれる。コンスタンティノポリス、またアテナイに留学し、哲学を学ぶ。アテナイで同教のナジアンゾスのグレゴリオスと出会い、信仰を結ぶ。アテナイでキリスト教信仰に深く傾倒したバシレオスは、 カッパドキアに戻った後は、陰性して一種の修道生活を送っていた。大和市 D の修道規則と呼ばれるその修道生活の指針は、東方一帯にわたって今も影響力を持っている。370年、カイサリア主教に就く。アリウス主義、サベリウス主義への反駁に努める。著書にヘクサエメロンなどがある。また貧しい人のために皇帝から賜った土地に、 バシレーアスという町のような休品施設を建設した。これは、それまでのホスピタリウムが単に聖地巡礼者の休憩宿泊所だったのを改め、来病を含む病者の収容保護を兼ね、宿泊所、貧民収容所、孤児病者収容所、英治収容所に分化させ、福祉事業に貢献したものであった。聖教会では特に数計され、中世半ばからナジアンゾスのグレゴリオス、 ヨハネスクルソストモスと共に、三成聖者として、合同の祭りを持つようになった。なお東京復活大聖堂の東表の2枚の、ステンドグラスは、この三成聖者のうち、大和司令をすとキングイオアンのイコンである。聖教会で大時の手術等で用いられる。聖、大和司令聖体礼儀は彼に返せられるが、現在使われている形は彼より後に整備された。 ものであると考えられる。ただし、彼が、カイサリア主教として、当時の天礼文の収集と整理に努めたことは、ほぼ確実視されている。聖教会歴2009年日本ハリストス聖教、海教団 AB 教皇ベネディクト16世の101回目の、一般疫見演説上智大学中世、思想研究所、宮本久を編役、監修。 中世思想原点修正2世紀ギリシア恐怖平凡者1996年281から301ページに収録されている。バシル大百科辞典望されマグネオペラ1540日本語で読める著作を下記にあげる。ありがとうございます。